ビルボバギンズ、ビルボバギンズ、第3期2890年9月22日帯は JRR ルキンの中津国を舞台とした小説、ホビットの冒険の主人公であり、指輪物語の登場人物。指輪物語の結末を彼の視点から描いた、詩絵本、ビルボの別れの歌もあり、終わらざりし物語にも彼に関する長い記述がある。 ドワーフの東輪王権シールドと12人の仲間による離れ山への遠征が行われた際、成功の鍵を握る忍びの者として魔法使いのガンダルフに選ばれたホビット。西境の赤表紙本の第一部、生きて帰りし物語を呼び、エルフの伝承を取材したシルマリルの物語の著者であるとされる。指輪物語は彼がホビットの冒険で手に入れた魔法の輪を、 業種であるフロド・バギンズが相続するところから始まる。父は、バンゴ・バギンズ。母は、ベラドンナ・トゥック。ホビット族の中年男性ビルボは、ホビット賞でもそれなりに裕福で格式のある一族、バギンズ一族の一人であった。バギンズ家の例に漏れず、自身も分別臭くて引っ込み事案なホビットと認知、いたが、母方から受け継いだ、無鉄砲な冒険家を、 幾人か生み出したトゥック家の地が彼にも流れていた。第3期の2941年、竜に奪われた宝物を取り戻すべく、ドワーフの通輪を冒険シールドと12人の仲間による、離れ山への遠征が行われた際、成功の鍵を握る、忍びの者として魔法使いのガンダルフに突然選ばれ、冒険の旅に出発する。トロルの住処で見つけたエルフの探検きや、 ゴブリンの洞窟で迷った際に拾った、使用者の姿を消す魔法の指輪の助けもあって、忍びの者として活躍し、ドワーフたちの信頼を得て、ドワーフの司法とも言えるミスリルの道義を譲り受けるが、約束された分け前として、同じくドワーフの司法である、アーケン石を取り、竜によって受けた損害の償いを求める人間たちに、差し出したことから仲たがいしてしまう。 しかしその後に起こった悟君の合戦の後に和解した。ビルボは彼が取るはずだった報酬を誇示し、これはアーケン石の代償として人間たちに与えられたが、谷間のオーガルドはビルボが持てるだけの金銀を持たせた。ビルボは闇の森のエルフ王にその気高さを称えられ、エルフの友と呼ばれた。冒険の末にビルボは、ホビット賞を訪れる旅人からの尊敬を集めたが、 資作やエリフトの交流のため、省内では、変わり者との評判が定着した。報酬として得た金銀はあらかた贈り物に使われ、貫き丸や、魔法の指輪、ミスリルの片洞などの貴重な品は、後に、養子のフロードに受け継がれた。ホビットの冒険の旅立ちの年から60年、ビルボは裕福で変わり者のホビットとして、ホビット省に暮らしていたが、 年月による衰えは彼には全く見られなかった。ビルボの111歳の誕生日である第3期の3001年9月22日、ビルボは魔法の指輪の影響を懸念した長期にわたるガンダルフの説得に応じて、同じ日に33歳の成人となる養子のフロドバギンズに法の指輪と袋小路屋敷を残して旅立ち、谷間の国へと旅した後、 アクルト市には酒谷に落ち着き、思索と著述の日々を送った。3018年10月25日、酒谷でエルロンドの会議が開かれ、ビルボが見出しフロドが相続した魔法の指輪こそ、冥王、サウロンが探し求める、一つの指輪であることが明らかになった。今後の処遇が検討され、これをモルドールの火の山へと運び破壊するべし、とエルロンドは告げた。 指輪の運び手として、その発見の責任を取るべく、ビルボが名乗りを上げたが、これはガンダルフに退けられた。フロドが名乗りを上げ、エルロンドはフロドを運び手に選んだ。12月24日、フロドの出発の前日に、ビルボは貫き丸とミスリルの片らをフロドに与える。3019年9月21日、使命を果たしたフロドが酒田に訪れ、 年老いてすぐに眠り込むビルボと再会する。ビルボは彼がエルフ語から西方語に翻訳したシルマリルの物語とツラヌキマルとミスリルの肩びらをすでに譲ったことを忘れて再びフロードに与える。サムには結婚資金の金貨をメリーとピッピンにはエルフの作ったパイプを与えた。3021年の9月22日。 百三十一歳の誕生日を迎えたビルボは、エルロンド、キルドール、ガラドリエルラとの旅の途上に、ホビット賞の末積もりでフロドを呼び、サムと合流する。明くる日、ハイイロ色校で、ガンダルフとキーアダンに迎えられる。指輪所持者の一人として、フロド、ガンダルフ、エルロンド他のエルフの諸公らと共に、至福の国アマンへと旅立った。シエホンビルボの別れの歌には、 ビルボがエルロンドと旅立ちの相談をし、至服の国へ至るまでの様子が描かれている。終わらざりし物語では、一つの指輪とさ、ウロンの消滅の後、指輪の仲間たちがミナスティリスで住んでいた頃、ガンダルフがギムリとホビットたちに語った、ホビットの冒険においてビルボが選ばれた理由を説明する逸話が二つ紹介されている。休息を取るため20年ぶりに、 ホビットショーへと旅していたガンダルフは、ブリームラ近くで、東輪王権シールドと出会い、竜のスマウを退治すべく、ドワーフたちを率いて進軍したいとの相談を受ける。ホビットショーに着いたガンダルフは、ビルゴが未だ独身で、放浪癖や、ドワーフなどのよそ者とさえ話をする習慣が噂の種になっているのを知る。またエルフの風習に通じていることを聞くと、好奇心旺盛な、 若い頃のビルボを覚えていたガンダルフは、これこそ求めていた人材と直感し、直ちにトーリンを説得した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。